さあオリックスですけども、今回のテーマは日本ハムの加藤投手を扱っていきます。まあ2023年今年のですね、まあ、FA 戦線、個人的にまあオリックスに行ってほしいなと、補強ポイントをドンピシャだなと思う選手がですね、野手では西川龍馬選手、投手では加藤投手なんですね。まあ西川選手に関しては単年契約なので、近藤選手を取り逃した、まあ、オリックスとしては是が非でも欲しい選手かなと思っております。まあレフトも守れるし、中距離ヒッターの左打ちで、オリックスファンで敦賀気比と、もうオリックス以外に、逆にどこに行くんだっていう感じの選手なんですけど、今回のオフに関しては近藤選手を優先した形でね、西川選手は行かなかったんですけど、ぜひ西川選手は本当にオリックスに来てほしいなというふうに思っているんですけど、1年間でね、FA選手っていうのは2名まで獲得することができるので、最大で西川選手の他にもう一人ルール的には行くことができると。今回のオフに関しては森選手と近藤選手2名で行くっていうことだったので、まあ、西川選手をね、実際に FA 宣言するかどうかもわからないですし、オリックスが手を挙げるかわからないんですけど、行くことができればある程度想定内っていう形でね、ちょっと1年間ずれてはしまうんですけど、正隆選手のこう抜けた新しいチーム作りっていう面ではね、大きな補強になるんじゃないかなとは思っております。でそんな中で今回はですね、その西川選手ではなくて投手の方ですね、加藤選手について、まあ、お話をしていこうかなと思います。まああんまりね FA をこう取りすぎると、詰まってしまうと、ベテランになった時に扱いが困るので、結構有望な選手が出にくいっていうね場面もあるんですけど、もちろんねこれはもう西川選手にも同様で、北選手、杉澤選手、野口選手ですか、これらこう左バッターの台頭次第では手を挙げない可能性っていうのがあるんですけど、同様にね加藤選手に関しても同じことを言えるかなと思います。まあ、左ピッチャーね先発陣多いですから、で加藤選手に関してもオリックスの有望な投手がね台頭しまくったら、まあ獲得はしない可能性もあるわけですよ。特にルーキーの曽谷投手なんて同じ左ピッチャーで先発タイプなんで、その辺考えても本当にシーズン始まってみないと正直わからない部分が多いんですけど、ただ現状でもねオリックスと日本ハムの加藤選手非常にこう可能性として高いなと思う理由としてはですね、まあ、これらが上がっております。まあ、補強ポイントにものすごく合致しているということで言うと、具体的に言うとですね、まあ、由伸が今年のオフ、まあ、ポスティングするんじゃないかと言われてますし、ただでさえオリックスは先発とか中継ぎ関係なく左ピッチャーの数っていうのが足りないので、その辺考えてもやっぱりドンピシャであると。他チームのエース格、そして左ピッチャーもドンピシャですよね。で実際にもね日本ハム時代は今オリックスで投手コーチをしている厚澤コーチですかと入団以来ですね二人三脚で日本ハムではまあ練習をしていたそうなので、このあたり考えてもですね非常にこう関係性としては深いのがオリックスであるということです。でそんな加藤選手について今回ねご紹介するきっかけになったのが、昨日ですね、日本ハムの OB の鶴岡さんと、加藤選手のこうインタビューコラムみたいなのが上がっていて、今年の FA について加藤選手が言及してました。言及してるというか、鶴岡さんがものすごくこうね企画上仕方がないとは思うんですけど、めちゃくちゃ深く聞いてたので、まあ、答えざるを得ないっていう感じでねバンバン答えてたので、ここに関してですね、まあ、話をまとめながら、オリックスどうするのかどう動くのか個人的にこう考察をしていこうかなと思います。でまず鶴岡さんがですね、もう本当に開口一番、今年のオフ FA ですけど複数年契約誇示したそうですねという話をしてですね、加藤選手がそこついてくるんですねみたいな感じでちょっとこう苦笑いしながら、まあ、答えていたということなんですけど、まあ、理由としてはものすごく2022年、去年に関しては成績が良かったと、防御率も 2.01 なんですね。イニングが147イニング投げて、もちろんキャリアハイですけど、やっぱ数字がすごく良かったので、これをもう1年したいと。ただ複数年契約にしてしまうと、まあ、年俸のところもそうですけどね、ちょっとこうだれてしまうというところもあって、もう1年同じ成績を出して複数年契約で大きな契約を勝ち取ろうっていうようなところが本音だそうですね。今複数年契約、例えば4年何億とかしたとしても、来年もっといい成績、去年と同じぐらいの成績を出したとしても、もう複数年契約を結んでしまうと今の成績とかポイントっていうところを考慮されての契約になっちゃうので、やっぱ2年連続で、まあ、本人はね3年間活躍してっていうことだったと思うので、21年22年と、まあ、活躍をしたっていう自負があると思うんでね、今年もそれをやって満を持して複数年契約を結ぶというのが、本来の目的だったそうです。ただ、まあ、それを聞いた時にね、鶴岡さんが、まあ、表向きはね、みんなそう言うんだと。で、実際には、メジャーに挑戦をしたいっていう、そういう野心みたいなのは芽生えないのかみたいな質問をされた時にですね、メジャーはもう絶対にないですと。もう絶対っていうふうに大
断言をしていたので、相当ないんだろうなとは思うんですけど、やっぱりこうアメリカっていうのが怖いと。なんか加藤選手っぽいっていうかね、見た目通りのなんかこう発言というか考えなんだなと思ったんですけど、やっぱ国内。しかも、強いて言うのはやっぱ北海道が好きなんで、本当にもう一年、ただただ勝負をしたいっていうだけらしいですね。で、21年は150イニング、去年は 147.2 イニングですけど、防御率が 2.01。21年は 3.42 とすごいいい数字を残してるんで、もう一年やってですね、改めて大型契約を結ぶというのが、加藤選手のこう、思惑というかね、目的だそうです。ちなみに3年前、2020年は58イニングで防御率が 3.26 にとどまっているので、本人としてはね、ちょっとこう、物足りないような成績なのかなとは思うので、改めて今年、挑戦をしたいということですよね。複数年契約誇示したらしいですね。1年勝負したいんですよ。いや、とはいってもね、表向きそうだから、メジャーは行きたくないの？いや、行きたくないです。これね、2回このくだりがあったんですけど、もう1回鶴岡さんが行くんですよね。で、僕の場合は、FA でね、ソフトバンク行った時に、代理人をつけずに自分で交渉したと。ただ、加藤選手は、代理人は絶対つけた方がいいと。絶対自分で話せないでしょ、ということで言ってました。で、加藤選手もですね、確かにそれは言えない。ただ、じゃあ、まあ、今年はつけようかな、っていうふうに、話の流れで言いそうになって、いや、出ていかないですよ、と。ドラフトで取ってもらったのが、やっぱ日本ハムなんで、そこでやっぱ終えたいと。初めに入った球団で、一球団で終えられるのが、一番の選択だ、っていうふうに言ってたので、まあ、この発言を聞いた時にね、もう単純に、加藤選手の中ではね、本当に日本ハムで、こう、野球人生を終えるっていう予定なのかな、となんか思います。なんか、山川選手もね、1年間、こう、勝負したいみたいなことを言ってますけど、なんか、ここの感じと、なんか違うというか、まあ、こういうね記事が出たら改めてね、日本ハムへの愛情というか愛着っていうのはすごいんだろうなとは思うので、まあ、FA 宣言をしそうにないなっていうふうに単純に思いました。ただちょっとね僕がいかんせんこうオリックス追いかけるのがまだ5年とかなんで、その FA 戦線に絡むオリックスっていうのがあんまりこうなかったんでね、正直やっぱ詳しくないわけですよ。やっぱ FA の前の年にどの選手もこういうことを言うものなのかとか、その辺までちょっと詳しく分かってないので、シンプルにこの記事見た時にもう普通に素直に加藤選手は、まあ、日本ハムなんだろうなと残留するんだろうなというふうに思ったので、この辺がねやっぱ人によってどう思うのかっていうのが変わってくるのかなとは思ったんですけど、まあいずれにしても、今年のね FA 戦線に関してはもうある程度こう水面下でもうすでに始まってるんじゃないかっていうふうに言われてますよね。もう大体1年前ぐらいには決まってるんじゃないかっていう話でしたけど、2023年のオフオリックスに限った話で言うと、まあ大エース吉野がポスティングを予定しておりますし、ローテの一角である山崎幸也投手も取得してます。加藤投手同様に単年契約を結んでいるので、複数年を誇示したのかどうかはちょっとわからないんですけど、仮に2人とも、まあ、移籍した場合っていうと、2024年のローテで見るとですね、この6枚になるのかなと思うんですね。素晴らしいぐらい全員ドラフト1位なんですけど、宮城投手がまあエースになるのかなと思ってるんですけど、ただね2番手3番手田島投手山岡投手に関しては故障歴があるっていうのと、4、5、6番手有望株の外にムクノキに関しては不透明であるので、なかなか計算に入れづらいですよね。なのでその辺考えても、まあ右3左3ってバランスがいいですけど、やっぱ頭数的に普通に考えて、やっぱ左のピッチャーの数は足りてないので、先発投手っていうのは、やっぱり補強ポイント、課題なのかなと思うんですけど、実際のところね、加藤選手は、正直やっぱり2023年の FA 市場に出てくる選手の中では一番いい投手なんじゃないかなと思っております。まあ A ランクでね、1億3000万超えですけど、まあ安いですよね。おそらく FA では跳ね上がるんじゃないかなとは思ってるんですけど、これまでの実績は、まあ勝ち星というよりかは、イニングの数と防御率ですよね。100イニング以上は4回達成してて、直近の2年は150イニング約ですけど投げてますし、その100イニング以上を投げたこの4回のうち防御率という3点台が2回、2点台が1回。しかも去年の数字なので、まあすごくいいですよね。で、加藤選手以外の投手に特攻する可能性もなくもないのかなとは思ってるんですけどね。まあ前の動画でも今年の FA オリックスは参戦するのが決定したみたいなテーマでお話をしてましたけど、強いて言うならばね、DeNA の石田投手もね、加藤選手より一つ年齢が若い選手ですけど、人的保障が発生しない C ランクです。ただこの選手に関しては、先発と中継ぎをこう行ったり来たりっていう、キャリアなので、100イニング以上っていうのは2回、それも本当にルーキーとか若手だった2016年、17年の最初の1、2年だけなんですね。キャリア8年の中で先発起用は5回あるんですけど、やっぱり中継ぎもやったりっていうことで100イニング以上行ってるのは2回だけ。先発起用があった年の5回の中でですね、防御率が3点台が2回、2点台が2回であるということなので、まあ、ちょっとこうガチガチの先発タイプっていうわけではないので、正直是が非でも欲しいっていうわけでは
ないので、まあ、いきそうにないかなと思ってますけどね。そして、前回の動画でもご紹介しましたけど、西武の平井投手、加藤投手より一つ上の、選手ですけど、キャリアは6年ですけどね、人的保障の発生する10位ということなので、B ランクに入ってるっていうことは、まあ、森選手が抜けたとはいえですね、平井投手に関しては、FA 宣言しそうだなとは思っているんですけど、ただ、平井投手はやっぱ中継ぎでの起用っていうのがすごく多くて、先発やってた年も、やっぱり半分ぐらい中継ぎの年ばっかりなんですよね。なので、その辺、含めても先発起用したのは2回、直近の2年ですけど、100イニング以上投げてる経験っていうのはないんですよね。で、最多で80イニング以上投げてるんですけど、それが2回ですね。防御率3点台と2点台がそれぞれ1回ずつということなので、まあ石田投手、平井投手含め、やっぱりガチガチの先発タイプっていうのは、市場に出そうにないのかなというふうに思ったので、出たとしてもオリックスが行くかどうかはちょっとわからないっていう感じですよね。まあ、なので、加藤投手がまあ FA 宣言しないのであれば、正直オリックスは、まあ西川龍馬選手ぐらいなのかなと思うので、この西川龍馬選手はね、是が非でも獲得をしてほしいなと、1年前、シーズンが始まる前から僕は言っているので、広島の試合も僕は多少なりとも追っかけることになるのかなとは思っております。はい。ということで、今回の動画ではですね、今年のオフ FA 権を取得するのが見込まれている日本ハムの加藤投手についてお話をしていきました。昨日ですね、日本ハムの OB 鶴岡さんとこのコラムのところで FA について触れていたので、改めて取りまとめながらですね、個人的に思うことであったりとか考察を踏まえてお話をさせていただきました。今回のテーマについてもし何か思うことありましたら、ぜひコメント欄の方に残してもらえたらと思います。ということで、今回の動画でもオリックスを語ってまいりました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。ちなみになんですけども、チャンネル登録者数がなんと1万人を到達しました。ありがとうございます。本当にね。来週ぐらいに生配信をできたらなと思っているので、ぜひお暇な方は遊びに来てくれたらなと思います。次回の動画でもね、オリックスのことを語っていこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、まだの方はよろしくお願いいたします。ということで、今日もありがとうございました。